ピンザピー、どうもカンタです。当チャンネルでたくさん紹介している MC バトルについては様々な形式が存在しますよね。通常の 1on1 の MC バトルからフリースタイルダンジョンのように勝ち抜き形式でバトルを行うもの、そしてチーム戦といった様々な形式で MC バトルは行われています。特にチーム戦に関しては 1on1 では見ることができなかった2人でのコンビネーションや複数のメンバーだからこそできる様々な必殺技が存在します。そこで今回は MC バトル史に残る様々なコンビネーションプレイについて紹介したいと思います。チームやコンビならではの面白さがたくさん詰まっているので楽しみながらご覧ください。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのがブラジルが生んだ最強ラッパー兄弟エースさんとルイスさんのタッグについて、相手は最強のディスを持つ2人、燃えるゴミさんとミスタースマイルさん。ということで燃えるゴミさんから、おめえブラジル人って言うんだったらブラジル語でラップしてみろよっていう強烈なディスが入ります。それを聞いてなぜかにやすくエースさんエブレベレベレベと言ったようにブラジル語でラップを綺麗に披露。さらに日本語に変更し、問題ない、兄弟愛、こいつら2人なんて論外だーいと返します。さらに弟のルイスさんが、ちなみにブラジル語違うよポルトガル語と返します。さすがにこの完璧すぎるアンサーには燃えるゴミさんもニヤついてしまってましたね。ブラジルの人はブラジル語を喋るって思い込み、ちょっとだけわかります。続いて紹介するのが横浜を代表する3人組アイスバーンのコンビネーションについて、タイカさんが主催する大会アズワンとの主催によって行われた戦国14章でのドタマ内科 MC 今日の 2MC とのバトル。それまで会話がうまく自分自身のペースに持ち込んでいた今日の 2MC に対してアイスバーンの皆さんが必殺技を披露します。まずフォークさんがフリースタイル何でもありと始め、ボクサーといえばモハメドというと、それにコール&レスポンスのように残りの3人がありと返します。さらに整形したのは水沢ありと返し、レコードの上に落とすのはハリーと、ここまでは順調であり、最後もポッターといえば名前はと振るとなぜか4人が答えられず、あーいという感じでグダグダになります。なんでここまで完璧にできてたのにハリーになるとできなくなるのか、不思議な一幕でした。続いて紹介するのが夢のタッグ、フリースタイルダンジョンでの R 指定さんと呂布カルマさんのコンビです。このコンビの最後の出陣となったタムさん ID さんとのバトルについてですが、タムさんが持ち前のライムでお前らを墓地に埋葬、俺が栃木代表という風に韻を踏みますが、それに対して R 指定さんが墓地に埋葬、墓地に埋葬、墓地になりますサム ID の墓参りという墓地に埋葬という言葉を拾って完璧なアンサーを見せ、さらに呂布カルマさんが畳みかけます。栃木代表は俺ら日本代表が2人ここにと完璧なアンサーを見せます。さすがえげつなすぎる2人のダブル R。続いて紹介するのが夢のライマー集結ということで、シンペイダさん、サムさん、インマンさんによるライマーズのコンビプレイ。まさに日本を代表するライマーが集まったこのチームですが、ライマーズの初陣となった1回戦第1試合チームジョー、ドープマン、翔一郎とのバトルにおいていきなり最高のコンビネーションプレイを見せてくれます。ライム集まった3本マイク、お前らステージが断頭台、翔一郎だけパッとしない、始めようぜド派手なパーリナイといつも通りにサムさんが会場を沸かせ、さらにシンペイダさんが翔一郎とジョーもう一度描く上昇気流を、要凱旋調子は俺たち全員準備上等とライムで繋いでいき、最後にインマンさんがこれは3対3チームの対決、リアルじゃないビデオ判定、ザコども3人消えろよガッテム、ワオ呂布さんの偽物発見といったように、3対戦のチーム戦でありながら華麗なコンビネーションで翔一郎さん1人をディスという謎のスタイル、いろんな意味で恐るべしライマーズ。続いて紹介するのがフリースタイルダンジョンの特番であったモンスターズウォン2017で結成された R 指定、呂布カルマ、シンペータの伝説のチーム、まさに僕が考えた最強のチームというぐらいの調査を誇ったわけですが、そんな中で生まれたまさかのパンチラインを紹介。まず R 指定さんが戦車、クレーン車、レッカー車、三者三様の運転車、途中下車なしの50連車余裕ですわと返します。さらにそれにシンペータさんが被せて、俺が運転車、この運命の差プレッシャー駆け抜けて運転だと、ここまで完璧なリレーを見せます。そして最後の呂布カルマさんが締めに待っていたわけですが、俺はうんこしてバタンって締める便座と、これまでの流れをぶち壊すような呂布カルマさんのライムが炸裂します。こんな時でも便座で韻を踏んでしまう呂布カルマさん、恐るべきです。続いて紹介するのがボケとツッコミのタッグ、内科 MC ドタマの今日の 2MC チームです。この2人に関してはアズワンをはじめとする様々なチームの対決で優勝しているわけですが、基本的に立場で言うとドタマさんが暴れ回る子供、内科 MC さんが保護者といった感じです。それを象徴するバトルがアイスバーン vs 今日の 2MC のバトル、1バース目からアイスバーンに立ちドタマさんの思いが爆発、チーム名である今日の 2MC から韻を踏み始め、俺たちが今日の 2MC あんたらに忠告し、俺らのバース聞いてあんたら中毒しと観客に呼びかけて
た後、普通であれば8小節のうちの半分が終わったところで内科さんにパスするのが当たり前なのですが、なぜか暴走してしまい、内科さんに全くバースを蹴らせないままワンバース目が終了。内科さんがイエーしか言わなかったところも含めてとても面白いです。そして次のバースで内科 MC さんがドタマさんに蹴られた分の8小節を全て使うことによってお合い子にしようとしましたが、内科さんもういりませんと一周し、ドタマさんがバースを始めるといった感じです。もうこの2人に関してはコンビというよりかはどちらもソロでやってて喧嘩し合ってるトムとジェリーみたいな感じです。続いて紹介するのが、見るからに一番怖いこの3人、ベースさん、ボンズさん、クラウンディさんによる東海グールです。これ東海グールか東海クッシュって読むか、名前は皆さんにお任せします。全員がアンダーグラウンドでありながらどこかユーモアがある MC たちばかりですよね。そんな3人のタッグチーム東海クッシュはとんでもないです。対戦相手は当時まだ20歳にもなっていなかったラビットさん、 MC リトルさん、長さんの3人だったわけですが、その3人に対して先輩として容赦ない洗礼を浴びせます。ボンズさんの気をつけて火をつけるの合図とともに ABC アシッドバッツにコカイナの大合唱、さらにそこからウィードを脇巻き、ウィードを巻き巻き、ノリシロナーメでトントントンとヒットメドレーを続けて歌い、最後には間に合わなかった、マリナなかったのあの伝説のパンチラインも飛び出しました。本当に怖すぎますね。僕だったらちびってます。次に紹介するのが、2 on 2の中で最もバチバチになった試合、 HRKT よりイムさんとテルさん、そしてケイリーさん、リョフカルマさんのジェットシティピーポーの戦いです。大阪の若手 VS 名古屋のベテランといったこの対決でしたが、大阪の若手代表であるイムさんがいきなりリョフカルマさんに噛みつきます。先行はイムさんとテルさんだったわけですが、まず最初にイムさんが 3 on 3でリョフカルマさんチームがバースを間違えたことに対して、お前は噛ませねえし小説も読めねえのといきなり噛みつきます。さらにリョフカルマさんにボディタッチをしながら、だから自信がねえな、芯がねえな、キー持ってるだけで生きってんすかと綺麗に返します。しかしながらそれに対してリョフカルマさんがブチギレ、細けえルールはねえけどこれボリータッチありなのかとイムさんの胸ぐらをつかみ会場は騒然。リョフカルマさんにあそこまでゴリゴリいけるイムさんの度胸半端ないです。最後に紹介するのが爆笑のコンビネーション、内科 MC さん、ミステリオさんのコンビ、 KBD さんというコンビです。この KBD さんというコンビ名については、内科 MC さん、ミステリオさんともに KBD さんが大好きであり、 KBD さんのモノマネをしているというところから来たそうです。もうこの辺から意味不明で面白いということはわかるとは思うんですけど、そんな2人の完璧なコンビネーションが見れたのがムカデさん、ガードマンさんとの試合。その前にガードマンさんのバースで言った高評価という言葉を拾い、ミステリオさんが逆にしてやる低評価、ギャグラッパー唯一の成功者と持ち前のライムで沸かせます。こいつら所詮はヤンキーのお気に入り、内科さんが食べてきたのはと振ると、内科さんが大声で焼きおにぎりと叫びます。さらにしかも2個ですからと内科さんのパンチラインが炸裂。皆さんも MC バトルに出る前には焼きおにぎり2つ食べた方がいいかもしれません。最後にもはやチーム戦かわかりませんが、伝説のチームについて紹介したいと思います。それは一郎軍団というチーム。このチームどういったチームかというと、おそらくミステリオさんが翔一郎さんの見た目を真似したような中一郎さんと、怨念ジャップさんが翔一郎さんの見た目を真似したかのような大一郎、そして翔一郎さんが見た目を翔一郎さんで真似したかのような翔一郎さんの3人によって成り立っているチームです。全員がグラサンをかけているという非常に不気味なチームだったわけですが、なぜかバースを吐くのは翔一郎さんだけ、そして結果的に勝利してしまうというとんでもない展開を見せました。この頃の怨念さんを知らない人は一度見てみると面白いかもしれません。いろんな意味で絶句すると思います。というわけで、たくさんの MC バトルシーンのこのコンビネーションを紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。笑えるものからとんでもないレベルのものまでたくさんありましたよね。やっぱり2 on 2ならではの MC バトルの面白さであったりっていうものもあると思うので、見たことがない人はぜひ見てみてください。また皆さんが好きな MC バトルのコンビネーション、必殺技は何でしょうか。よかったらコメント欄の方にお願いします。カンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。チーム戦で言うと、やっぱり僕的に印象深いのは TK ラクロブチさんとスー君さんのカスカメヘラクレスの2人ですかね。 TK ラクロブチさんがすごいフローした後にスー君さんに振って俺にはできないって一言言うのがめちゃくちゃ面白いです。スー君さんのマイペースなところ最高ですよね。